皆さんこんにちは、今年もご覧のように雪が積もり始めました、今日はこの雪を片付けていきたいと思います。1週間ぐらい前まではこの山形県のこの辺の地域ではほとんど雪がなくて平年よりも暖かい日が続いてるなと思ってましたが、1週間ぐらい前から急に寒くなって、雪が降る日が多くなってきました。そして昨日は大雪警報も発令されて、どれだけ夜の間降るんだろうなと心配していましたが、この辺の地域では大体 2、30センチ積もったぐらいで済みました。多いところだともう昨日1メーター以上も積もったというところあるらしいです。そういったニュースしてました。この辺の地域は、今の時期いつもだともう少し雪少ないかなと思ってますが、今年はどっと雪が降って、かなり雪が増えた感じがするので、今日はまず積雪を測っていきたいと思います。久しぶりの雪なのでちょっとなんかウキウキしてる感じがします。それでは、積雪測っていきたいと思います。はい、それではこの辺の平らなところ測ってみたいと思います。今日は12月の19日、積雪が67センチでした、はい。去年はどれぐらいかちょっと覚えてませんが、今年は結構多いような気がします。はい、それでは雪片付けしていきたいと思います。今日はこの、我が家で物置に使っているトラックの荷台についているこの箱なんですが、これの雪下ろしと、それとこの屋根から落ちて山になっている雪、これを片付けていきたいと思います。まだ屋根の上には雪が残っているのでもう少し落ちてきそうです。まずここから雪下ろし始めていきたいと思います。今日これ購入してきました。去年まで使ってたものがぶっ壊れたので、今年また同じものを新しく購入してきました。値段は前に買った時より1000円ぐらい高くなってたのかな、7000円以上になってました。大事に使っていきたいと思います。はしごは倒れてしまいました。どうして降りましょう。
後は結構強度がなくてこのようにふわふわします。なのであんまり積もんないうちにこまめに雪下ろししてます。はい、終了しました。しかし、はしごが倒れてしまったので、こっちの、木を伝って降りようと思います。まずは、このダンプを下ろします。それこ、続きまして、このトラクターとこのスノーブロワーを使って、ここの屋根から落ちてきた雪を飛ばしていきます。ここの雪もよく溜まるのでちょくちょく雪を飛ばして片付けます。それでは始めていきます。やってみたいと思います。今日の65センチぐらいの積雪の上をトラクターいけるのかちょっと乗ってみたいと思います。これぐらいの雪だったら余裕で走ることができます。
今日の雪片付けはここで終わりにしたいと思います。また雪が降ってきましたね。これからの週間天気予報を見てもずっと雪マーク続いているので、今日のような作業がずっと続くのかなと思います。今シーズンはまだ始まったばかりですけども、この雪の量というか雪の勢いを見ると今年も大雪になるのではないかなと思います。どうでしょうね。今年の冬も、怪我しない程度に、楽しみながら、乗り越えていきたいなと思ってます。それでは今日はここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。